ガーシーが帰国するっていうことについて、これガーシーの帰国って何を意味するかっていうと、分かりやすく言うと答え合わせです。答え合わせ。今このままガーシーがドバイにいたままですね、日本に戻ってこないとですね、ガーシーが悪いと思っている人と、ガーシーが正しいっていうか、まあガーシーの言ってることが、まあ当然全部が本当じゃないでしょう。例に挙げると分かりやすいと思うんですが、ガーシーがある男性からあの女とエッチしてきたと、それを皆さんの前に公表したと。で、まあその男はしょっちゅうそういうね、あちこちの女とエッチしてるから、ガーシーがそれをまあまあ状況から話しぶりも聞いてて本当だろうと思って言いましたと。ところがよくよくまあ調べたら、一緒にホテル行ったけども肉体関係はなかったとかね、そこまでさすがにガーシーが調べれるわけがないと。だから何が真実で何が嘘なのかっていうのは全部が明らかになるわけじゃないんですが、相当数の答え合わせができることになると思います。なんかまあ変な週刊誌だと立花がガーシーと喧嘩してるとか、喧嘩してね仲悪いとかって言うんですけど、それはさすがにないっすよ。そんな状況だったら私ところにガーシーが夕方ね帰ってくるっていう情報なんて来ないでしょうから、党としてはこれはガーシーをこれからもですねサポートしていくこと、もちろん弁護団、これちょっとね一つポイントです。弁護団です。弁護士一人では弁護団と言わないですよね。弁護団になると、だからこれまでは高橋弁護士一人でガーシーの弁護というか警察対応してたと思いますけども、まず弁護団になります。はい、これはもう間違いないです。弁護団です。僕が聞いてる情報では最低でも高橋弁護士入れて4人かな。もう一つ面白いのがジャニーズの問題がテレビやってるじゃないですか。綾野剛くんがやったとね言われている未成年に対してのそのお酒を飲ませてまあエッチなことをしたっていうのは、まあそういう意味ではジャニー北川さんがやったことと綾野剛くんがやったと噂されてることって一緒なんですよね。僕も最初騙されたところがあったんですけど、三木谷さんは刑事告訴していませんでした。4人が告訴してるっていう話だったんですが、まあ今の最新情報では綾野剛くん、あるいは綾野剛くんの事務所のどちらか、ドワンゴですね、川上さんのいるドワンゴ、そしてまあ宝石店の人かな、この3人というところですよね。その一番大きなのは先月5月の2日だったかな、まあ連休中に釈放されたガーシーの編集マンをしていた池田くんのですね、まあある意味無罪放免というか、池田くんがですね逮捕されたんですけど、結局処分保留のまま保釈されたというようなところでですね、でこの後だから国民の皆さんがですね期待しているまさに答え合わせなんです。答え合わせだからどうしてこうなったのかな、ちょっと面白いですよね。これ答え合わせをしてほしい勢力と答え合わせをしてほしくない勢力がいたわけですよ。ガーシーがこれ戻ってきたら芸能界だけじゃなくて政治家の方にも突っ込んでいくし、当然ねお金持ちと言われるまあ経済界の人たちですよね、そういったところにも突っ込んでいくことになるわけですよ。それがこれまではテレビとかメディアによってですね都合のいいように報道されたわけですね、権力者側とあえて言いますけども。ところがですねこのジャニー喜多川氏の報道を見てるようには見れば分かるように、20年前にはすでに最高裁がジャニー喜多川は少年に対して性犯罪をしているって判決を出しているのに、しかし報道がほとんどされずに新たな犠牲者が発生していったとというところなんですよね。ところが今はもうジャニー喜多川氏に対してのそういう批判的な記事を書いてもいいと。これねあるスポーツ紙の記者に聞いたんですけど、これ本当僕も驚きましたが、それまでは絶対ジャニーズの問題なんかやっちゃダメと、そんなの仮に書いたとしても絶対乗らないよということを言われてたそうなんですが、もう今は先週聞いた段階ではもうジャニーさんのこと悪口書いていいってたった1週間で変わったらしいんですよね、新聞社の編集方針が。すごいスピードで今変わっていってるんですよ。最終的にはエンドユーザーはやっぱり国民の皆さんなので、仮にジャニーズの記事が書けなくなるにしても、今ジャニー喜多川さんの批判記事を書いとかないと
何してるんだっていうね、メディアとして終わってるじゃないかみたいなことになるので一気に変わったらしいんですよ。でガーシーはもちろん逮捕されます。じゃあどれぐらい自由が奪われるのかっていうことなんですけど、編集の池田さんが20日ぐらいで出てきましたよね。警視庁としてはガーシーのことをですねいろいろとまあ調べるために、まあ、再逮捕とか、まあ、起訴すると思いますよ、これさすがにね。ただどうなのかな、起訴しないかもわからないねっていうのは、これね3人いますよね、今ガーシーを訴えてる人ね。1人は綾野剛君ですよね。で1人は、ドワンゴですよね。で1人は宝石店の経営者で、この宝石店の経営者はもうガーシーが日本に帰ってこないっていうに分かった段階でメディアとか出だしたんですよね。そうするとね取り下げる可能性ありますよね。これ3人のうち1人でも取り下げたら、あの常習的な脅迫が外れるかも分かりませんね。そうなってくると本当に起訴できるのと。だって綾野剛のことに関しては完全に真実じゃん、あれ芸能人の本当のことをね言ってそれで刑事事件になるなんてありえんでしょ。だからそういう意味ではもう起訴すらされないかもわからないですよ。ドワンゴに関しては僕はこれはダメだと思ってます、ドワンゴに関してはね。ただドワンゴに対しての強要、ドワンゴは僕脅迫でもなければ恐喝でもなくて強要罪だと思うんですけど、これは大した罪じゃないのでね。いや別に起訴されたら起訴されたで別に無罪勝ち取りに行ったりだけなんで、最強の弁護団を用意して迎え撃ちますので、ここについてはまあ皆さんご心配なく。もちろんですねガーシーの OK がないとできないんですが、解散された場合にはもうねぜひガーシーに次の衆議院選挙、そして2年後の参議院選挙、これ立候補してほしいと思ってます。いやだから次の選挙で、ね、多分出ると思いますよ。仮に有罪になったとしても公民権が止まる犯罪じゃないので、これは立候補してもらう予定なんですけどね。サスケ、サスケとの散歩中です。ガーシーが再度選挙に出るっていうのは、いやでもすごいことですよねこれ。だから僕1年前に言ったじゃないですか、それこそガーシーが出ている選挙でね、僕がテレビ朝日に出てテレビは国民を洗脳する装置、テレビは核兵器に勝る武器だって、まあそれを言ってですね実際ガーシーが当選したわけですよね。でもうテレビが嘘をついてとか都合の悪いことは隠すっていうのは、このジャニー北川氏がですねずっと性暴力を振るい続けたことによってもう疑いのない、これまでは都市伝説とかただ単なる噂とか、もう多くの国民がですね疑いのない事実としてこうもう受け入れてるわけですよね。もうこれガーシーが、まあ、日本に帰ってこざるを得ないという状況を作り出したのは、まあ、警察なのか三木谷さんなのか、警察も上げた拳を下ろせなかったんでしょうね。ドバイの方の警察がどういう形で動いているのか、 UAE がどういう形で動いたのか、まあいずれにしてもガーシーが戻ってくるということは、まあ、もうすでに飛行機に乗っていますのでこれはもう間違いないです。で日本時間の夕方17時半ぐらい、今日の夕方5時半ぐらいに到着すると、まあ、その場で通常逮捕なんでしょうね。当然ですね弁護士を通じての接見としばらくはそうなると思いますので、弁護士さんにですね、今の日本の、まあ、皆さんの声をですね私が集めて弁護士さんに伝えてと。いやだからこれね本当にすごいことが起こってるんですよ。ちょっと立ち止まって最後もう家帰るんで言いますけど、ジャニー北川さんはエッチなことしてたんですよね、その子供に対して。もう被害者が何百人、下手したら2500人もいるっていうことで、やっと皆さん、国民の皆さんはその真実に気づいたんですよね、まあ、ある意味これは僕も含めてですけども、やっぱり噂じゃなかったんだ、本当だったんだ。その理由は何ですかって言ったら、ジャニー北川さんが悪いんですかって言ったら、そうじゃないですよね。ジャニー北川さんも当然悪いけども、ジャニーズ事務所と一緒になってお金を儲けをしてきたテレビ局や週刊誌、スポーツ新聞、そういったとこが悪いんでしょ。真実を報道せずね、隠し続けて、それが
最高裁判所の判決が出てるのに20年以上知らされてこなかったんですよ。でそれに僕も気づいた、もう今から18年19年前に気づいたけど出し口がなかったから、今から12年前に YouTube でチャンネル作ってこれやりだしたら国政政党の党首にまでなれたと。その国政政党の党首になった僕がガーシーを引っ張ってきて、国民の皆さんにガーシーに投票してくれませんかとお願いをしたわけですよ。よくわからんけど、まあ出ようかっていうことで立候補してくれたわけですよね。であれから1年経ってガーシーは今年の3月に議員をね剥奪職させられましたけど、あれもだから早くやりすぎたんですよ。国会はもう少し待てばよかったにしても、まあいずれにしてもここでガーシーが日本に帰ってきますので、これから国民の皆さんがガーシーの発表っていうのをこうテレビでじゃなくて YouTube で聞くことになるわけですね。国民の多はもうテレビだけの情報は信用できないと、ネットの情報も聞くと、だからテレビとネットの情報両方の情報を聞いて何が正しいのかを判断していく時代になったということなので、次またガーシーがおそらく立候補してくれるでしょう。これはガーシーが拘置所にいようが留置所にいようがですね、立候補できますので、前回は外国で、ドバイから立候補しましたが、次はひょっとしたらいわゆる拘置所ですねから刑務所からは履行できませんが、留置所や拘置所からは履行できます。もちろん在宅起訴の場合も立候補できますので、まあ、ガーシーの戦い第2章にぜひご期待をいただきましてですね、これからも政治家女子法廷と等や立花隆、そしてガーシーの活動にご協力いただければと思います。 NHK をぶっ壊